お疲れでーす。さてさて、今日はね、抑えの動画をやりますよ。これちょっとね、これがうまい、どっから撮ろうかな。でもここのアングルがいいよね。もうちょっとこれアップにできりゃいいんだけど、あ、できる、お、できるできる。でもこれ揺れるだろうな。まあ勘弁してくださいませ。はい、ここのここね、チタンの中押さえ、これ標準の L 型の押さえです。それと、まあ下はこれチタンのがないんで、この垂直釜のね、水平釜のもあるんだけど、これはちょっと傷がつかないように僕がちょっと角を落としたやつです。だから標準の L 型の押さえに中押さえだけチタンのこのスペシャルなやつを付け加えたものの感じを見ていただこうかなと思ったんです。で、普段はね、普段はネジ捻なんて引かないです。よっぽどね、よっぽどやりづらいものとかは引くんだけど、とかこうなんていうかな、曲がりやすいものとかね、そういったものはネジ捻を引いてからやったりするんだけど、今ネジ捻引きました。ここね、ネジ捻を引いても普通の押さえっていうのは中押さえですよ。こういうふうな形でここの真ん中のところに針がポンポン落ちるんですよ。だから針が落ちるところっていうのは周りは見えないんですね。なんとなくこの辺に線がいってんだろうっていう感覚でやるんです。これが標準の押さえで、これがこのスペシャルなラスカスの押さえです。チタン押さえね。これがね、まあ定規は使いますけど今回で、これ糸はこいつで斜めにこう踏んであげるような感じでスタートで、こうで、もうこの時点から針が落ちる、そのまんまの場所がほら思いっきり見えるわけですよ。これはってね、すごいことだと思うんですよね。針が落ちる場所が見える、ほら。だから次どれぐらいこれを回せばいいかとかさ、ここはね、内側に逃げやすいんで、線があるからかえって、あれ、まあまあ今ゆっくり縫ってますけど、バーッとこの定規を信頼していっちゃうんですけど、ほらね、ぴったり針が落ちる場所が見えてるでしょ。この動画でわかるかな。どれどれ、あー、ちょうど定規が変なところにピント合ってる。この辺に合っちゃってるかな。これをもうちょっとこうすればいいのかな。ん、違うな。よっこいしょ。どうだろう、ちょっと画面の左上の方になっちゃったけど、ほんとね、総合送りの利点っていうのはこの強力な送りね、送りの安定性でも、それによってこう失われてしまうのが視界の悪さだが、しかしね、その送りの性能をそのままによく見えるのがあるのならば、これほど強いことはないね。で、ここもさ、最終最後ここでこう針をここの穴に入れるっていうのもめっちゃ見えるじゃないですか。めっちゃ見えるんですよ。よいしょ、もう一個あれ、線引いてみようかね。この画像で線が見えてるかどうかちょっと不安ですけども、ちょっと強めに引いてみようか。でね、
前回の動画の中では言わなかったんだけど、後からね写真だけ追加したんですけど、あの商品ページにね、下押さえがこれじゃなくて、垂直構え用のやつ、水平構え用のやつ、要はあのかまぼこの形状のやつと、これをセットで使うと、下も、下ってね、ここの丸い、ここの丸いやつの穴の形がちょっと映ったりするんで、あ、いかん。いかん、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 よし。跡がついたりするんですよ。ここの丸いやつのね。でもそれがないんですね。ああ、テープで、ガム手というか、養生テープで、三脚をミシン本体に貼ってるので、よいしょ。なんとも不安定ですが。そう。こうして、俺ね、これが癖になってないんだよね、まだね。こっち側で引っ張らなきゃダメなんだね。ミシンを踏まれる方ならね、これ見てもらうと分かるんだけど、特に総合踏まれてる方は分かると思うんだけど、脅威じゃないですか、この見えるって。安心感がありますよ、安心感が。これね、この形状ができるまで結構いろいろあったんですよ。で、こういうところもさ、次はあと一針いけるのかなっていうのも、まんま針が見えてるんで、なんて言うんだろう、目安がつけやすいよね。例えばこれ手で送るにしても、ここでもうちょいこっちっていうのもさ、まんま針が見えるから、正確な場所に落としやすい。です。これが、ラスカスの中押さえの特徴ですね。またね、外押さえもそのうちやりますね。でもね、今これを、やりたいと思ってるんだけど、これはバックカットでも全然問題ないですよ。よいしょ。これは標準の L 型押さえと中押さえのセット。ここがね、ないだけで、結構なんか、なんていうのかな、光も入って見えやすくなりますよね、バックカットの方が。これはね、あの中押さえだけ変えたらどうなるのっていう動画を撮ってみようと思って今やってます。ここね、見えるって幸せ。そうそう、いい途中でなんか言うことが変わっちゃったんだけど、なんていうのかな、外押さえもさ、お見せできるアイテムならいいんだけど、この先ね、予定が入ってるアイテムはね、ちょっと、ね、お見せできないやつなんだよね。まあ、特徴がそんなにないパーツ、要は衣装に絡まないようなところだな。こう拡大でね、パーツだけならお見せできるところがあるかなって思ったりもしてますけど、
ちょっとね、見た目がこう、もしかしたら見えすぎて最初怖いみたいな感覚があるかもしれないね。こんなに見えちゃっていいのっていうね。だからもう初めからこれ使っちゃってたら普通の標準のやつはすげえ使いにくいと思います。うん、で結局なすぐ慣れてしまうと思うんだけど、普通のね、穴開きのとか先割れとか C 型の穴が開いてるやつを使ってる方々はね。そう、でも本当ごくこれこれがね、僕はまだ癖になってないんですよ。ついついいつもの癖でこう、これのこっちね、ここに糸を入れておくっていうのが癖、いかん。癖になってない、まだ。それさえ癖にしてしまえば、そう、だからこう、なんだろう、ほんとね、初めはね、見えすぎて怖かったんですよ。見えた方がいいに決まってんだけど、見えすぎて怖いっていう意味のわかんない状況になってましたけど、こんなもんなんか怖いなんて言ってたって見える方がいいに決まってるじゃんね。見えない方が不安だもんね。そう、これこの押さえができたことによって本当ね、総合送りミシンのネガがなくなったと僕は思ってます。この中押さえによってね、下を入れると下も綺麗になるし裏も綺麗になるし確実に送るし、なおいいですよ。この水平用のやつはね、下送りはね、下の送り刃は開発してないんですけど、あってもいいのかなと思ったりもしてます。結構マニアックな部品だとは思うんだけど、でも本当これはこれとこれのバックカットはね、本当標準になってもいいんじゃないかなと思ってます。まあね、チタンなんで耐久性もいいしね。てな感じの動画でございました。また何か機会があったらやります。じゃあね。いやでございます。いや。そうそう、中押さえのね、中押さえの見やすさというか、それの、途中じゃねえな。どんなもんなんだかっていうのを、もうちょっとやってみようかなと思ったんです。あれどこ行った？そう、遊びでねミシンを踏みたくなるんですよ。え、どこまでできるのみたいなあるじゃないですか。あれどこ行った？さっき、どこ行ったん？あ、どこ行った？うん、あ、これだ。これね、遊びでやってみたんですけど、ほら、こういう二重になってる、こういうのとかあるでしょ？とか、それだったらもちろんカーブもあるよね。で、37、47どうなの？みたいな。これ見やすければ、これがね、目で見て見やすいんだったら、見えないから難しいんでやって、見えてれば楽だよねっていう話なんですよ。で、ここの感覚もさ、
ね、少なきゃ少ないほど難しいじゃん。でもさ、こうやってもう丸見えだからさ、この狭いところも 入っていくのが容易っていうのかな。ほら、ピシッといけるでしょ、こういうところが見えるってやっぱ大事よね。こういう間を通さなきゃいけないようなステッチとかがあったとしても、まんまよく見えてるんで、この間入るのって別に怖くないよね、こういうところね。すげえすげえ気に入ってますよ、この中押さえ。こうギリギリ行ったりとかさ、こういうところどうなの、これ。あ、でもここはあれか、浮いちゃうからね、こうやって こういうところは別に普通に縫えると思うんだけどね、ここも縫えるのよ、動画出したじゃないですか。うん、ほんとこの究極に狭いところを攻めてみましょうか。ここ入るのっていう場所ですよね、ここ。さすがにどうなの、いけちゃうじゃない、普通に。あ、余計なところ糸が邪魔だけど。あ、一個ずれた。一個ずれましたが、この間も狙っていっちゃう。そう、普通の押さえだったら絶対こんなとこ、この隙間に入っていこうと思わないよね。こういうところとかね。これもね、狙えるっていう。怖くないっていうね、そういう動画でございました。伝わるかな、これで。な、これの、あ、ちょうど俺これで見えてなかった、もしかして。相当ダメなことやりましたね、僕。なんとなく見えてた、あ、なんとなく見えてたね。失礼、あの、この画面を見てなかったもんで。そうどうすればいいんだこれ。どうすればよかった、こうすればよかったか、こうすればよかったかね。例えば、例えばこんな感じですわ。ちょっと色が見づらい、同系色なんでね、見えにくいかもしれませんが、よいしょ、こういうことだよね、こういうこと。こういうところでも本当に、ストレスなく、本当ね、どうでもいいところ無駄にミシンで攻めたくなりますよ。だから、例えばだけど、こういうふうなさ、全部はお見せできないけど、こういうふうな、お名前とか軽くスタンプとか打って、これをこう、これで見ながら、名前とかを、ね、刺繍のようにステッチでいくっていうのも、割とやりやすいんじゃないかな。やったことないけどね。そんな気がしてます。てな感じの動画でございました。じゃあね。